勉強できる人の2倍以上やんないと私追いつけないと思ってたので、うん、体重5キロ太りました。ここ偏差値47とかなので、うん、みんな女子大に行くんですね、成功で、はい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 、ここで心は折れなかった。折れなかったです、全く。早稲田しか目指せてなかった。可能性を狭めてくる人の意見を聞いちゃいけない。さあ、第始まりましたモチャチャンネルです。今回はですね、はい、再びやってまいりました、ヒラゼア。皆さんこんにちは、早稲田音楽塾代表のヒラです。そしてパン、はい、どうも、ソーリンです。はい、こんにちは、始めていきましょう。何を笑っとんねん。そう、何メートルも後ろにいるみたいに見える。そう、さっきと同じ流れ。ほんとちっちゃいよね。ほんまですか。うん、あ、どうでした、分かっては。そこを聞くの。あいつら準備したコメントしか言わないから最近。あ、そうです、そうです。前もってこれ言う、前もってこれ言うって決めてやるから。決まってたんですか、もうコメントを。あ、決まってないです、もうその場で決めました、うん、ではですね、今回ですね、まあ、サオリンの動画をですね、僕はもう台本作るにあたって全て見ました。おお、夜中の3時ぐらいから朝の7時ぐらいまでサオリンがずっとここで喋ってて、やだ、そんな、でずっと僕ここで台本作るんです。いや、もう大変でしたよ。さすがにね、いくらサオリンが可愛らしくても4時間ずっとサオリンはちょっと辛かった。私も辛いわ。辛いわよね。で、まあそんな中で結構僕がこう見てて、あ、この子すごくクレバーな受験生活やってたんじゃなっていうのをやっぱ感じる点がいろいろあったので、うん、そこちょっと実際本人に聞いてみたいなと思います、はい。彼女のチャンネルには結構勉強系の動画も多いんですよ、うんうんうん、で、早稲田ってついてます、ね、そうそう、早稲田だから。これで全然ね、関係なかったらね、すごいんですよ。やっぱ早稲田飲み出せへんもんね。飲み出せ、いやいや、それも見たいですけどね。英熟語の覚え方がなかなか秀逸だなと思ってて、そうなんですね、うん、例えば、テイクオフみたいな事故たら、もうオフに着目、前置詞に着目すると覚えやすくなるよとか、うん、あと英熟語って単語と違って、今のだったらもうね、コメント来ちゃうけどね、オフは副詞だって。ああ、そうか。まあ副詞前置詞でいいですよ。get, read, of みたいなのとかだと、うん、3つぐらいで一つの意味になるわけじゃないですか、うん、これを見た時に、of 以下の read を得るみたいなことやっててもしょうがないから、うん、塊で例文の中で覚えていこうよみたいなのとか、うん、結構彼女なりにこう覚え方がブラッシュアップされてていいなと思って、うん、暗記とかでは得意だったんですか。暗記はあんま得意じゃないんですけど、うん、ひたすらやってました。もう勉強できる人の2倍以上やんないと私追いつけないと思ってたので、うん、もうひたすら隙間時間も英単語見たり、お昼休みの友達と喋らないで英単語ずっと見てたりとか、お昼休み友達と喋らない、ほんと5分10分一緒に喋って食べて、もうそれ終わったら残りの昼休みは勉強に当てるとか、うん、英熟語の質問とかって来ます？ああ、来ますよ。どうやって覚えればいいですか、うん、みたいなのよく。森田先生、どんなアドバイスとかされるんですか。いや、それは似てますよ。今のだったら、うん、コアイメージを使って記憶に残すっていうのと、うん、それだけで覚えようとしても覚えられないから、フレーズとか、うん、後ろに目的をちゃんとついた状態とか文で覚えなさいっていうのは、今指導してる場合、滝野さんとか、うん、アカリンとかにも同じこと言ってます、うん、なるほど。アカリン、ユミリン、うんうん、サオリンじゃん、うん、おぉヒラリンじゃん。え、モリリンじゃん。モリリンモンローだから、ね、モリリンモンロー。今から箸アイドルの、ね、結構森田先生のアドバイスとかともなんか似通ってて、まあ、いい感じだなと思いますね、うん、こんなふざけてばっかり言うとね、明日ビーヤマに会った時、あいつらほんとつまんなかったっす。あの平って人、ツバ超飛ぶんですよ。やめて、暇つやめて、この時代。でもあいつも講習だから。キャラとしてね、はいはいはい。結構やっぱり受験生だとね、本当に悩みがちな受験のモチベーションですよ、うんうん、モチベーションの動画なんかも結構本当真面目に作ってて、うん、モチベーションはこうやってあげるのよみたいなことを書いてるんですけど、自分で自分の気持ちって、まあ自分で盛り上げるしかないんだけど、その気持ちの盛り上げ方みたいなのっていうのはやっぱ結構研究されてたんですか。研究っていうよりも試行錯誤しながらですね、やっぱ申しとか返ってきて毎回いい判定なんで、も慣れてるんですけど、はいはいはい、落ち込んじゃうじゃないですか、うん、そういう時にもずっと落ち込まないように、もう模試の復習したらすぐゴミ箱に捨ててました。模試を、はい、結果、結果をですね。あ、結果をです。びっくりした、勉強したそのやつも。そうじゃない、そうじゃない。こんな模試が。こいつのせいで。結構模試の結果に左右されるなってことを言ってて、うん、まあ、なんだかんだ言っても特にまあ親ですよね。親とかがこう模試の結果とか見て、親、そうそう、親とか見るんですよ。で、ちょっと通じてないのか。私分かってる。
分かってないよ、分かってない、まさに今親になってるじゃん、もう本当に親がいらっしゃらないとかで違うよ親がその結果を見て親あ、分かりにくい、こんな簡単なダジャレ頼むよ、あのいつも言ってるじゃん、俺は集中してるから、そうだね、あのね、変なボケ方されると俺が飛ぶのよ、こっちはわちゃわちゃしてる、そうわちゃわちゃしてていいから、あの親とかがあら、沙織、あんた、うん、ダメじゃないの、うん、もう受からないんじゃないのみたいな、親が心配しますよね、うん、で結構親の心配している様子とかを見て、うん、子供の心とかが折れていって、そうそうそう、やっぱちょっと志望校変えますみたいなってのはあるあるなんですけど、うん、あるあるですよね、そこで心は折れなかったんですよ、ね、折れなかったです、全く早稲田しか目指せてなかったです、うん、そうなんですよ、早稲田受かるにはもしの結果悪かったらすぐ捨てればいいかなって思います、うんうん、でも彼女動画の中ですごくいいこと言ってた、うん、可能性を狭めてくる人の意見を聞いちゃいけないって、そうですね、うん、それって一見他人のようであって身近な人の方が多いですからね、自分の担任だったりとか親とかね、うん、それがひいては自分自身になってきたりもするから、うん、だんだんと努めてポジティブじゃないとダメですよね、ポジティブ、ポジティブ、はい、わちゃわちゃしよるのわちゃわちゃわちゃ期間期は目わちゃ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 秘密ですはい大丈夫知らないごめんねいろいろ知らない鬱の感じの覚え方でそんなのがあるんだ、うん、期間期は今日だ、いや知らないですか、いいですか、動画期間期は今日わちゃわちゃわちゃはいはいはい、はい、秘密知らないいいですか先に進んでおじもズボンの、はいやらなきゃよかった勉強法っていうのを彼女は挙げていて、うん、あとは、うん、でその中で、まあ、これうちの塾でもすごく言ってることなんだけど、うん、スケジュールを見える化しろって言ってたんですよ、うん、可視化ね、そう、うん、受験生ってその日起きてさあ今日は何勉強しようかなってなりがちなんだけど、うん、彼女はそれこそもう1日単位で今日やることガーって昨日の夜とかにも書き出して次の日起きたらもうこれやるのみっていう、そうシンプルかつ生産性の高い勉強スタイルを確立できたんですよね、うん、結構その辺ってなんかこうそのスタイルでやっていく前と後とではガラッと変わりました、いや変わりますよ、なんかやる気もそうですし、うん、1日スケジュール立てることで、あ自分は今この時間これをやんなきゃいけないんだって、うん、なんかそのモチベーションにあんま左右されなくなりました、うん、なるほど、なんかマラソン選手みたいですよね、そうですね、ひたすら完走するしかない、もうここでこの時間は私遅れてるわみたいな、そうそう、あ次の曲始まっちゃうからやんなきゃ、うん、だから自分の今のコンディションが1日のコンディションがどうなのかっていうのが分かりやすかったですよね、うん、きっとね、可視化することによって、うん、結構生産性とかが上がっていて、うん、穴のない勉強、そして内容と量どっちもこうやっぱり確保できていったのかなっていうところがこう、うん、もう参考になったんで、ぜひちょっと見てみてください、はい、早稲田受験期に辛かったこと、辛かったことたくさんありましたよ、うん、まず体重5キロ太りました、あそう、なんかお金がなかったんでお小遣い制だったんですよ、うん、だから夜ご飯とか近くのコンビニで炭水化物でお腹を満たす生活だったので、 おにぎり1個なんですよね、そうとかパン1個とかねそう、本当に、それで太っちゃったんですよ、太りましたのとストレスで、女の子ならではなんですけど、うん、生理が止まりました、うん、そこ使う、まあ、はい、はい、あのお父さん産婦人科医だからよくわかる、あそうなんですか、うん、え平さんのお父さんが産婦人科医、そうなんですよ、そうそうそう、まあ、よく遊びに行ってたっつってたもんねああいやあの親の病院にね、はい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 、そう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 、オッケー、オッケーじゃない、まあまあまあ適当にうまくつないでおいてください、周りが指定校だらけ、うん、あそうですね、指定校推薦、そうです、もう私の高校偏差値47とかなので、うん、みんな女子大に行くんですね、指定校で、だからそもそも一般受験する子も少ないっていう環境で、うん、ちょっとそれがちょっと孤独でもありました、うんうん、そんな中でも心折れずにやれたのは何があったと思いますか、うん、何があったんだろう、まあ、自分の中で早稲田行きたいっていうのがあったので、うん、もうその気持ちと、うんまあ、あとは友達が応援してくれたのもあって、まあ、この子たちのためにも頑張ろうって気持ち、友達の指定校が決まっていった連中が、あの他予備校の一般受験、なるほど、そうですそうです、こううちのチャンネルとかにこう来るコメントで、うん、指定校のやつらを横目に見てあいつらムカつくぜみたいなのが多いんですけどその気持ちとか分かります、分かりますね、だってこっちが真剣に頑張って、うん、なんかみんな遊んでますもんね、うん、うん、確かに、でもやっぱり早稲田行きたいっていうのもあったし、うんまあ、その子たちよりいい大学行ってやろうっていう気持ちで取り組んでました、うんうん、素晴らしいということでした、いやぜひ彼女の動画概要欄にたくさん貼っておきますんで、概要欄にたくさん貼ってる、うん、俺なのに、はい、分かりました、貼っておきますんで、はい、ぜひ、ご覧になってみてください、はい、Thank you for watching、 そっちから、あじゃあいい、なんかあるんですか終わりの挨拶、 Thank you for サオリンでいいじゃん、 Thank you for サオリン、意味わかんない、じゃあ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 、 Thank you for watching、 Thank you for my ching、 Thank you for サオリン、 Thank you for サオリン